ちは、ボイコーチです。今回のエスプロチャレンジは V 字ターンです。試合でも使えるので頑張ってやってみましょう。テスト実施期間は10月末です。いきます。難しい人は自分の縦一歩横一歩にマーカーを置いてやってみてください。クリア条件はこの1回2回の1往復を1回として、これを5回、つまり5往復、インサイドとアウトサイド両方できてクリアです。以上でエスプロチャレンジの紹介を終わりにします。夏が終わってもう寒いので体調管理には気をつけて、これからも頑張っていきましょう。では次回のエスプロチャレンジでお会いしましょう。バイバーイ。